Hey guys イチシド皆さんこんにちはシドです肩甲骨の動きが悪くなると肩こりや頭痛腕のしびれの原因となるだけではありません肩や首の周りに分厚い脂肪がついて太くなったり首が短くなったりしてしまいます一度分厚くて硬い脂肪に覆われてしまうとそれを取るのはなかなか難しくなってしまいます早いうちに手を打ちましょう今回は肩甲骨剥がしの中でも上方向に剥がすことで肩の動きを正常化して肩こりや肩太りの原因を解消しましょう 人間の肩甲骨は上下左右に動きます背中の肋骨の上を滑るように動きますこの肩甲骨の動きの視点は前側のこの鎖骨です胸の中心にある胸骨とこの鎖骨のつなぎ目のところで大きく動きます犬や猫にはこの鎖骨がなくてこの肩甲骨は肋骨に筋肉や腱などでバチッと固定してあります肋骨の上で肩甲骨が自由に動くことはありません 僕らが腕を大きく上げたりぶん回したり後ろに手を回したりできるのはこの肩甲骨と鎖骨のおかげということが言えます皆さんは日常生活の中でこの肩甲骨や肩の関節を大きくダイナミックに動かすことはどれだけあるでしょうかサーフィンや水泳をやっていて腕の付け根から大きくぶん回すことがあったり ヨガやフィットネスをやっていて大きく機能的に動かす習慣があればそれも可能ですが多くの方の腕は日常生活の中ではぶら下がったままですこの人間の肩から腕にかけての1本の重さなんと4キロです2リットルのペットボトル2本分これを毎日ぶら下げながら支えているわけです日々その重さに下へ引っ張られながら肩甲骨も下へ下がっていきますさらにあまり動かされることがないのでその位置で定着していきます そして首から肩にかけてついている筋肉、僧帽筋は引き伸ばされた状態が続くことで血管が細くなって栄養供給が乏しくなり硬くなっていきます。頭の位置も前に出てしまって首は疲れやすくなり何よりもかっこ悪い。そしてとにかく動かしていないところには脂肪が溜まります。放置していると柔らかいぶよぶよの脂肪からいつの間にかカチカチの分厚い脂肪になってしまいます。これらを解決するのが肩甲骨剥がし。格好 上です上方向に肩甲骨を剥がしていきましょうそれでは肩甲骨剥がしをやる前に肩甲骨が動きやすくなる準備運動をやっていきましょう一つ目は肩を前後に動かします前後ろ前後ろ内に入れます 後後ろに引いて肩甲骨も寄せます前後ろで一つポイントがあってこれは早く動かしてはいけませんただ肩を前後に動かすシンプルな動きに見えますがこの動きの中にはたくさんの筋肉や腱靭帯などが一緒に動いている状態です。 その中にはすごく動かしやすい箇所もあれば動きにくい場所もあります動きにくい場所はねっとりと後からついてくるような動きをするのでそこに合わせてゆっくりと動かさないといけませんゆっくりすべての組織が反応してくるように丁寧にじっとりねっとり動かしましょう前後ろ 肩を内に入れます。肩甲骨外側に広がります。で、後ろ。胸を張っていって肩甲骨を寄せます。肩も引きます。ねっとり動かしましょう。ねっとりゆっくり動かすのがポイントです。そして同じように今度は肩をゆっくりと回していきましょう。前回し。ゆっくり。上、前。 下、後ろそして今度は後ろ回し丁寧に動かしますゆっくりと動かしましょうたったこれだけで肩甲骨の深いところまで温まってきますそして二つ目ちょっと足の幅を開きましょう片腕を上げますで、反対の手で腕を持ちますそして反対側に倒していきます で、この脇の辺りをしっかり伸ばしたいのでただ倒していくだけじゃなくてこの矢印の方向に突き抜けるテンションのようなものをかけましょう倒すだけじゃなくてぐいっとこっちに持っていくこの方向に力を加えます開開く。く。脇を開く次逆いきます。 倒していきます。そしてこの脇の方向に向かってテンションをかけます。ぎゅ開くようなテンション。オッケー。さあそれでは最後に上方向への肩甲骨剥がしをやっていきましょう。テーブルやデスクなどのどっしりした家具または椅子、そしてこのようなベッド。他には手洗い場のこうシンクみたいなところとか。 ああいう少々体重をかけても大丈夫そうな台を使いますこのベッドのヘリの位置から足1個分後ろに下がりますそしてベッドに手をつきますで、腕はまっすぐ突っ張ったままでこの胸の位置を下に落としていきますこう。で、この状態では僕はまだ頭を上げている状態なので肩甲骨はそんなに浮いていきません 頭を下げますこうで、下げた途端に肩甲骨は上にぐっと上がってきてめっちゃ僧帽筋伸びているというのを感じていただけたら OK ですテーブルやベッドについている腕によって下から上に突き上げるようなこういうイメージですねこれちょっと肩甲骨固定されてて動かないんですけどこの腕を 下から上にぐいっと突き上げることによってこの位置はさらにぐーッと上に上がっていきますこの突き上げるイメージこれを両方同時に行いますちょっと横からもやってみましょうこのベッドのヘりから足1個分後ろに立ちますそして前に倒れます腕は突っ張ったまま下に下がりますそして頭を下げる めっちゃ伸びてるちょっと難しいかもしれないけどできましためっちゃ肩が軽くなっていくと思いますこの上方向への肩甲骨はがしで肩が楽になっていくのはこの上部僧帽筋です肩甲骨が下に下がっているとこの筋肉はビヨーンと引き伸ばされた状態になっていますで肩甲骨を腕で上に突き上げることによって この引き伸ばされていた筋肉は一旦ふわっとたわみますさらに肩甲骨を上に突き上げていくのでたわみながら逆ストレッチがかかるこの時に血流が再開されてまあ、一瞬でふわっと楽になる引き伸ばされていた筋肉が一旦たわんでさらに上方向に持っていかれてストレッチこの感じです もう一回今度は斜め視点でやってみましょう。ベッドに手をつきます。腕突っ張ったままで体を下に落とします。そして頭も下げていく。これこれ。そしてこれが完璧にできるようになれば、この状態で肩を小さく回してみましょう。 より肩甲骨が上の方でグワングワン動き始めて上部筋筋などどどの筋肉も血流がどんどん再開していいくと思います。あと肩こりのケアとして使えるシチュエーションとしてとてもいいのは運転中高速道路などの車の運転中で渋滞に引っかかって止まっている時なんかにハンドル持ってますよねハンドルを持っている状態の手をこのままぐいっとこう突き上げてくる。 運転中に肩こりめっちゃ楽になります肩こりや頭痛のしんどい時だけでなく1日に何回もやることで頭の位置や肩甲骨の位置を矯正することができます肩周りの脂肪をすっきりさせたり姿勢改善にご利用ください